今から150年前に先祖が岐阜羽島で創業しました。父の代で4代目、私の代で5代目になります。畳は今から1300年前に始まった日本独自の伝統文化です。昔、畳は身分の高い人しか利用することが許されていませんでした。明治維新以降に徐々に日本各地へ普及され始めました。畳は1300年もの間形の変化がなく、私が畳を継いだ時、正方形か長方形の2種類の形しかありませんでした。畳の形を現代の住宅デザインにマッチさせることが必要だと思い、独自の技術で新しい形の畳を開発しました。それは様々なインテリアに合わせてデザインすることが可能で、どんなインテリアにもマッチさせることができます。この畳の面白いところは、いぐさの向きによって光の反射で色が変わって見えるところです。同じ色のいぐさでも見る角度や方向によって様々な色に変化します。床を設計するときは角度を計算して色の出し方をコントロールすることもできます。畳の表面の素材はイグサという植物でできています。天然のイグサの肌触りは他の素材にはない心地よさがあります。また自然を感じさせる独特な匂いを楽しむこともできます。